ってアーゴ順までもう少しだったのに。おっしゃ、じゃあラスト主が記録伸ばして、次回のクリアにつなげるぜ。やっと超えたー。まさかの主さん大苦戦で、記録更新まで約1時間の大幅カット。目標50位。だ、やっと終われる今日。おお、よく今のとこ落ちなかったわね。欲を言えばこのまま60まで行きたいか。ああ、59ってそうなー。ということで以上、動画時間は数分だけどプレイ時間は数時間な。ずっと来た、最高レベルでした。次回最終回完全制覇、お楽しみに。はい、ということで前回59で止まっていたこちら、ずっとスター。今日こそ完全制覇、最終回よ。それじゃあ主から気合い入れていくぜ。主さんファイトー。まずは59超えないとな。じゃあ、今のなしねもう一回。3って。じゃあ、頭ぶつけた今度こそ3度目の正直ですー。実際には30回ぐらいやってるけど。さとちゃん、お黙りなさい。カットしまくって3回目っぽく見せてるのは絶対にバレちゃいけない秘密なんだ。で、最高記録超えたー。さあ、ここからは完全初見、集中する間もなく死んだー。早い。おし、じゃあ次で主ラスト、絶対に70は超えてやる絶対に。もし超えれなかったら、お、超えれなかったら超えなかったら眉毛全剃りしてやるぜ。眉毛もともとないやないけ。って危な、マジで今死んだかと思った。そしてグッフ、70はもういけたぜ。お、ここからどれだけ記録伸ばせるかな。あーこれはちょっと初見で無理。でも75までいけた満足満足。おし、それじゃあ続き、任せたぞマリサ。おっしゃ行くぞ。じゃあ、しょうもな。ドンマイ切り替え。じゃあ、しょうもな。2回目。じゃあ、しょうもな。3回目、やはり後半になればなるほど、記録更新は難しくなるのは一緒。ミスったら毎回0からだからな。お、おし、なんとか記録更新。したけどもすぐ終わった。ちょっと今日調子悪いわ、霊夢バトンタッチ。おっしゃ、ミラクル霊夢お見せしてやろうじゃないの。お、やっと80超えました。85、いいね霊夢。ついに90、まさかこのまま一気に乗ってきたぜ。このままゴールスキルどんどやー。95、すごいぞレイムー。って見えちゃった、ゴールマジでミラクルレイム。よっしゃ、79から一気に駆け抜け成功。マジでお見事だった。これでお姫様完全救出。ずっとスター、完全制覇。やっぱ絶対神シリーズに比べたら簡単だったが、レベル3はさすがにちょっと苦戦。そんなレベル3、クリア回を最初から、1.2 倍速でお届けでございます。この辺、やってみたらわかる、結構難しい。最初の方、慣れるまではかなり死んでたわね。こうやって見てるとね、なんかそんなに難しそうに見えないんだけども。それな、絶対神 3D みたいなスリル感とかがあまりないからそう見えちゃうんだが。いざやってみると、何これ結構難しいんすけどって感じのゲーム。ジャンプ幅が大きくスピードもスターで早め、結構先までコース見通せてないと即死にます。ここでようやく40、コース自体の長さも、これまでのシリーズよりか長いような。確かに進行ゲージの進みが遅い感じはしてた。ここで50、半分地点。本日記録更新でこのゾーン突破。ここで70。虫さんが75まで進めてからの。私がほんのちょびっと、79まで記録伸ばして。ここの最高記録ラインからミラクル霊夢発動。あっという間の85。あっという間の90。そして95来たと思ったら、もうすぐにゴール。一気に20以上初見で駆け抜けたぜってことで以上、無事にずっとスターも完全制覇でこのシリーズも終了。ご視聴、誠にありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。